ぐ脇はね、キョンプ線が走って、あ、これが新しいセマウル号の客車か。あれですね、4月30日で亡くなってしまった古いセマウル号の客車の更新用の客車ということで、セマウル号自体はね、別になくなってないんですよね。残ってるんですけども、客車は今さっき今ご覧になられたあのタイプに変わったということです。でどんな風に変わってるのかなっていうのもちょっと気になりますんでね、今日の帰りはちょっとあのセマウル号の客車に乗ってみようかなという風で切符を確保しております。たくさんの家族連れでね、にぎわってなかなかいいんじゃないですかね。今もね、どんどん車が駐車場に入ってきてまして、中から小さい、お子さんをお持ちの家族連れの方々たくさん、入ってこられている。中もね、もう結構入って、いらっしゃいますね。こここうやってなんか広域電鉄線の電車撮ってるだけでもなんか十分時間潰せそうですよね。ここね、切符の販売所ということで、この看板もコレールの様式を模してまして、今ちょっと買ったんですけどね、切符をこんな感じでね、あのコレールの通常の鉄道の切符と同じような形で出てきましたね。2000ウォン、約200円ぐらいということです。かなり安いと思いますね。入り口がこちらになりまして、入ってきてすぐ真正面に見えてきますのがこの緑色の列車でございます。これがなんか大統領専用列車か何かそういうことだったかと思いますけれども、ちょっと見ていきましょう。すぐ隣はね、多分これはムグンファなのかちょっとトンイルなのか分かんないですけど、使われてた車両が休憩室として開放されてるみたいですね。で中で、なんか食事も取れるのかな。ちょっとね、もうだいぶガタが来てると言いますか、もうちょっとこう博物館だったらしっかり整備してあげてもいいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、こちらにもありまして、どっちだったかな、なんかね、どっちかがね大統領専用車で、もう片方はねその警備用の、ね、警備員が乗る列車というふうに確かなってたと思います。こっち、あ、この向かって右手がね、あ、向かって左手か、こっちが、大統領専用車の方ですかね。執務室、違うな、ちょっとよく中が見えるかな。正面の方に回ってきました。こっち見ると分かりやすいですね。左の方が大統領専用列車で、こういうなんか紋章が、エンブレムといいますか、付けられております。隣のキョンプ線を、ね、頻繁に列車が走るんです。結構音が聞こえてくるんですよね。まあ、それはいいんですけど、ということでこっち側からこう見ていくと分かりやすいかなと思います。説明がここに書いてあるんですけどもね、1、2号編成、左側のものが1969年日本車両で作られて、これがパク・ジョンヒ政権下で作られたということで、なんかね、鉄板もね、なんか9ミリの防弾とかにされてるみたいですね。で車体もね、これ横からの方がいいかな、なんかボディマウントっていう風になってて、要は下からこうね、下方の防爆とかそういうことも考慮されて、作られているということです。でこちら側の方が、なんだ5号6号編成かなんか、そんなんだったかな。こっちはね、韓国のデウ重工業の方で作られたということで、1985年に作られたそうです。これはその警護員用ということで、大統領の警護される方々が乗っていたということで、基本的に車内は客室になっているということですね。大統領専用車両の方は執務室とか、なんかいろいろそういった設備があるということなので、ちょっと見ていきましょう。2001年までね、実際に使用されてたみたいなんですけどもね、2001年ってちょっと結構まあ最近というと最近じゃないんですけどね、私も十分私はまだ学生してた時だったかな。それでもそれまで走ってたということなんで、なかなかそこまでこう古いという感じはしないんですけれども、結構車体はボロボロになってる。ここはなんだろう、なんか立派な椅子があるような気がするんですけど、何もここには説明がない、ちょっと分かんないですね。こっち大統領専用車の方なんですけど、
警護者の方は ここなんか部屋みたいになってるのかな、ちょっともうちょっと分かりやすいところが、あ、いいですかね、ここ警護者、ここから先は客室とこういうことになってます。ドアがねここにあるんですけどもね、ご覧いただいて、これデッキがないんですよね。ドア入ったらすぐ座席と、まあ、デッキなんか警護者だ、お客さん乗せるわけじゃないから必要ないということなのかもしれません。あ、開閉のスイッチが、ボタンがありますね。開閉って漢字で書いてますけど、警護者の方のシートは結構、ま、普通の一般的な無菌ファとかその辺に近いんですかね、ちょっと薄っぺらいような気もしますけども。でそれに、比べまして、こちら のいわゆる大統領専用車の方なんですけど、シートはご覧いただきます、こんな感じ、 KTX サンチョンの特質みたいなに近いような感じなんですかね。これ真ん中にテーブルが、こう大きくテーブルがありまして、でこっち側はソファーがずっと並んでるみたいですね。でこれね、1両目と2両目の連結機の部分なんですけど、これホローの周りまで完全にこう鉄板が張られてあるみたいですね。この向こうに、ここにこうホローが奥に見えるんですけど、その手前もね、こうきちんと鉄板で防護されているということです。食堂までついてるみたいですね、大統領専用車の。この2両編成しかないんですけどね、編成の中で、まあ、どこで食事を作ってるのか、そういう食事作るようなところはないと思うんですけど、まあ、こんな感じで長テーブルに椅子が6つ並んでて6人掛け、あ、こっちには2人掛けでこうありますね。なんか絵が飾ってあるみたいですけど、ちょっと見にくいな。ここ多分調理場ですかね。左側に見えるこれ冷蔵庫ですよね、おそらく。右側にちょっと見にくいな、これでだと見にくいんですけど、なんか調理設備っぽいものが見えます。廊下をそのまままっすぐ来るとまたちょっと開けて、ここの部屋がありますね。ここ目の前にソファーがあって、向こう側には4人掛け、テーブルを挟んだ4人掛けがあって、同じような4人掛けが後ろにもあって、でまあ、ここまで、ということで、ここから先はね、もうエンジンとかがある部分になると思いますので入れない。でやっぱりデッキないんですね、こっちにも。やっぱデッキはない。こっちのとまだドアのあれが違うのかな。ここは多分普通に無料にするドアじゃないみたいですね。下高いのはこれ悪か、この下に多分ね、パタッとこう、これも下に伸びて、要は床が低いホームからでも乗り降りできるような構造になっていると思うんですけれども、そしてここにも開閉のボタンがあります。警護列車の方はね、別にそういう設備はなくて、ドア自体がもう下の方にガッと来てますんで、多分配列感みたいな感じで階段になってるのかな。あそこ、あ、蓋で閉められるのかな。あれをこう開けると下にこう階段があると、そういうようなことなんですかね。走行中はそこの蓋してるとか、そういうことだったのかもしれません。あ、これがすごい分かりやすいですね。ボディマウントの下がツルッツルです。あ、すごいな、これ新幹線みたいだ。警備員が乗る用の方の列車はまだ比較的製造されてから、大統領専用列車に比べたら新しいんで、そんなにこう塗装のハゲとかが見られない。塗装のハゲ自体はね、もう乱れてもおかしくないと思うんですけど、きれいに管理をしているということなんですかね。そうでもないかな。ただまだ剥がれ始めてないだけか、ね。この大統領専用列車とこちらの警備用の列車なんですけど、韓国唯一のね、電気式機動車ということで、発電機で、ディーゼルで発電機を回すというような種類の列車になります。日本でもね、なんか昔やってたみたいなんですけどね、そんなにこうメジャーにならなかったということは、あまり良くなかった、時代にそぐわなかったということかもしれません。2003年だったかな、日本だった2003年、確かなんかキア E991 なんか EN トレインとか、なんかそういうやつがなんか出てきてたような気がするんですけれども、
なんかね、東日本だったかな、あの2018年から2020年、なんか2年ぐらいかけて、GV の E400 系かなんか、そんなやつでね、またあの機動車、電気式機動車っていうのをなんかあの復活させるといいますか、また開発すると、実用化させるというようなことを聞いてます。この青いのなんだろう、あかん、ただ置いてるだけか。M250 って書いてるますけども、これは何なんですか、ね、大統領専用列車の隣に置いてあったんですけども、こういうのがあるっていうのはちょっと知らなかったな。モックアップみたいなんですけどね、これ250ってことは250キロっていうことだと思うんですけど、そうすると KTX より遅くなるんで、おそらくその在来線を走行させるために新しく開発してる列車ということなのかもしれません。まあ、中に入れるみたいなんでね、せっかくなんでちょっと中に入ってみます。車両のね、一番後ろに来ましたら、こういう連結端のところ、ホロのところにこんな、なんていうんですかね、性能表みたいなのこう比較表があるんですけども、KTX が比較さ、KTX 三丁のこう比較されている表があります。あまりね細かいことをいろいろ見ても仕方がないんで、ずっとまあ分かりやすい絵の方を見てみようと思いますけれども、シートはこれ特質でも22配置みたいですね。でなんかモニターが後ろについてる、シートの後ろにモニターをつけるようなことが計画されてる。なんか飛行機みたいな。中はね、KTX サンチョンとかとあんまり変わらないようなイメージです。こっち客室の方に行ってみますとこんな感じ。これが多分一般室のシートで、窓もね、なんかあの一枚物の大きなやつじゃなくて、こういう小さい小分けにされた新幹線みたいな感じの窓になってますね。上にはモニターがついて、これ背が高くなってるって書いてあったのかな、低くなってるって書いてあるのかちょっと分かんないですけどね。でここから先が特質ということなんですけど、やっぱね4席になってる割には、座席のシートピッチは多分広くなってると思うんですよね。横幅でも変わらないんでね、そんなに快適かどうかっていうのはちょっとわからないですけど、比較ができません。うちは運転席みたいなんですけどね、ずっとこうお子さんが占領されてるんでね、まあ、別に行かなくてもいいんですけども、出ることにします。この博物館には大統領専用列車が合計で7両保存されているというふうなことなんですけれども、今ここにね、まあ、4両、片方2両はまあ大統領、厳密には大統領専用列車とはちょっと違うと思うんですけども、あすごいな、これ運転席のとこ、後ろにもなんか 4人掛けの席があって、そのさらに前に運転席がありますね。面白いなこれ。ちょっとね、だいぶこう運転席だから高いし、展望席みたいな感じ。これ車内から直接ここまで来れるのかな、まあ、それはいいんですけども、では残りの、ね、3両はどこにあるかと言いますと、ぐるっと振り返ってこっち、ここにこの無群ファイルをしたあの機動車がね、こう3両、3両編成がつながっています。これが残りの大統領専用列車ということで、先ほどの緑の大統領専用列車が2001年まで運用されたということで、じゃあその後の大統領専用列車どうしようということで、これを1999年に大統領専用列車に改造したということです。